こんにちは、キムソンナン署のキムソンナンです。今日は韓国の食堂や道の中で人を呼ぶときに使える表現を準備しました。失礼합니다。失礼합니다は日本語の失礼しますと同じ意味です。その使いもとても似てて、知らない人を呼ぶとき、または何かを聞く前によく使われています。失礼し、失礼합니다。저기요。저기はあそこという意味なので、この表現は少し遠くにいる相手を呼びかけるときによく使われています。これは失礼합니다よりは少し軽い表現ですが、一番よく使われている表現でもあります。日本語だとみたいな感じです。저기요。여보세요。여보세요。저기요。여기요。여기はここという意味で、人を呼ぶっていうところは저기요とあんまり変わらないですが、使いでここを見てっていうニュアンスを出しているので、よく食堂やレストランなどで従業員を呼ぶときに使います。저기요。이모님。이모の意味はおばさんで、特にお母さんの妹さんを言います。お父さんの妹はごもって言います。普通韓国では妹とか妹にも食堂で働いている中年のおばさんを呼ぶときに使います。若い女性には使わないように気をつけてくださいね。ではでは練習して覚えましょう。よく聞いて私の後に言ってください。실례합니다。실례합니다。저기요。저기요。여기요。여기요。이모님。이모님。실례합니다。저기요。여기요。이모님。